はい、どうも、ゆっきーです。今日は、こちら。はい、セブンイレブンで売ってました、豚ラーメン、富田監修豚ラーメンという。こちらが30円引きで、税込みが、550円のところ30円引きで、なってたんで、520円で購入しました。まあ、これはネットでね、うまいと。まあ、なんか、まあ、いわゆる、二郎系ラーメンってことで、まあ、俺、二郎は、まあ、何回か行ったことあるんですけど、ちょっと店員の対応がね、非常に悪かったんで、それ以降行ってないんですが、まあまあまあ。まあ、いわゆるあれですよね。二郎、インスパイア系のは、いいんですよ。すごい、対応がね。いいんですが、まあ、二郎のところは対応がよろしくないので、もうイラッときてね。前どこだったかな？行ったんすよ。そんでね、15分ぐらい食べてたんですよ。ね、ラーメン、でかいやつ頼んで。15分ぐらい経ったら、いきなり店員からね、大丈夫ですか？食べられますか？って言ってきたんですよ。あ、大丈夫ですよ、って。で、言ったら、その後しばらくしたら、他のお客様の迷惑になりますんで、早く食べてくださいって言われて、は？って。それ以降、二郎ラーメンはもう行かないことに、しました。いただきまーす。あー、今日は本当にあったかかった。うんうん。あー、すっげー鼻水出る。最近花粉症になったのか。すっげえ鼻水出るわ。あ、うん、おいしい。うん、はい、チャーシューいただきます。あ、うまい。あ、これおいしい。うん、あと二郎系のラーメンって基本的に値段が割と安いんですよね。量的に考えて600円ぐらいで、食べられるんですよ。んで、まあ、意識高い系のね、まあ、前言った、なんだっけ、激辛のラーメンの、あそこね、カップラーメンで食べましたけど、あそこが値段、地獄だっけ？悪魔だっけ？あれ、1200円、あ、1100円か。1100円もするんですよね。で、そのくせすっげえまずいっていう。うん。とんでもなくまずいっていう。まあ、辛いんですけど。うん。あ、うまっ。
あ、ごま竜ね。あ、無限ね。ごま竜の無限ね。こちらが、値段が1100円です。うん。あれは、まずい。前も言ったんだけど、とにかく辛すぎてまず味しないっていうのと、痛いっていうのと、あとは、乾燥唐辛子が10本ぐらい入ってるんですよ。で、その乾燥唐辛子がとんでもなくまずい。うん。あれ多分食べるやつじゃねえんだろうな。いわゆる。うん、いわゆる飾り付けみたいなね。うん。でもさ、それだったら、その唐辛子を、乾燥唐辛子をさ、粉末にしてさ、ミキサーでさ、バーってやってさ、粉末して入れてよくねって話。そっちの方がはるかに美味しいと思うけどな。基本的に食べ物ですから残すのはもったいないじゃないですか。ね。まあ、ご飯にしたって、俺新潟出身なんで、ガキの頃からもう親からは、ご飯茶碗の、ね、に、米を一粒も残すなと。米には、一粒一粒、神様が宿ってるから、残しちゃダメって。まあ、ね。ガキの頃からそうやって教わって生きてきたんで、基本的にまあ米は絶対全部食べて、うん。もったいないですからね。うん。いわゆるさ、そう、最近知ったけど、刺身の盛り合わせとかに入ってる、タンポポみたいな花。あれがね、水曜日のダウンタウンっていう番組があるんですけど、YouTube で、まあ、それの動画上がってて、あそこにね、刺身の盛り合わせの、黄色い花は、あれ、菊だったらしい。しかも、ちゃんとした、れっきとした食用菊っていう。ずっとタンポポだと思ってたな、あれ。うん。で、まあ、あれを食う人がいるのかっていうのになったんですよ。いや、本来ならば普通に食えるんです。食用菊だから。昔俺もガキの頃、うちは、まあ農家なんですけど、菊のおひたしみたいなの、よう食べてたんですよ。あれうまいんですよ、シャキシャキしてね。菊のね、おひたし。うん。あ、すっげえうまいですよ。まあ、だけど、あれはもうずっと俺タンポポだと思ってたから。うん。タンポポイコール食えないっていうイメージがあったから、あれなんですけど、食用菊って、知らなかったですね。
うん。んで、なんかトリビアみたいなことやるんですよ、あの水曜日のダウンタウンはね。で、実験で、よくサラダとか、なんだ、メンチカツとか、ね、についてくる、パセリ。パセリを、食う人がいるのかっていう。ことで、やったんですけど、その企画ね。で、俺は、絶対、パセリ大好きなんで食うんですよ。で、でも、やっぱり、半分ぐらいの方が、100人中50人ぐらいの人が、食わなくて、まあ、食わなかったと。で、問題の食用菊ですよ。あれ食う人いるのかって、ね、調べたら、一人だけ言いまして、100人中一人だけ食べてるの、人がいたんですよ。で、60歳ぐらいのじいちゃんだったんですけど、俺食った?って言ってて、食ったのをそもそも覚えていないっていう、まあ結論だったんですよ。まあでもちゃんと、カメラで確認すると、まあ食べれてた、食べてたんですよ。で、その食用菊を、生産している、まあ農家の方がいるんですけど、その人たちに、この状況をね、たった100人に1人しか食べない。伝えたところ、まあそうだよね、みたいな感じで。うん、言ってましたね。だから本来はあれ食えるんで、醤油皿のとこに、醤油入れて、花びらを、あれをちぎって、パラパラってやって、で、緑の、根元の部分は、あれはもう捨てていいんですよ。あれは食べられないんで捨てて、で、黄色いところだけバババババってやって、で、醤油にこう、バラッとなってるところを、それを浸して食べると。そうすると、菊の香りも、ね、若干こうするじゃないですか。うん。で、その農家の方たちは当然食べてるんですよ。で、一応、まあ、他の人たちっていうか、は、まあ、全然食べないじゃないですか。だから食べれるんだよっていうことを、その農家の人たちは、まあ、友人とかにね、一緒に食事行って、刺身が出てきて、これが出てきたら、まあ、言うようにはしていると。うん。まあ、俺も今の今まで知らなかったですから。うん。パセリは当然食べられるのを分かってたんですけど、うん、あれは分かんなかったですね。うん。いや、皆さんもね、もったいないんで、あれ食べましょう。うん。うん。その農家の人たちにもやっぱ悪いですからね。うん。もったいないですよ。結局、最終的に行き着くのはもったいないっていうことです。
うん。これ美味しいや。うん。しかも結構ボリュームあるし、これ。うん。美味しい美味しい。個人的に、おすすめな、ね。ラーメンの、なんだっけ。二郎系のインスパイアのところが、俺が一押しのところがあるんですよ。それは亀有駅の、近くにある、すぐ近くの、ラーメン丸すがっていうところがあるんですが、ここがものすごい美味しい。二郎インスパイアで。一番美味しい。半端なくうまいし、値段も安いんですよ。ね。普通のラーメンが680円。で、ここに、ニンニク、野菜、油、辛めを選べて、で、野菜とか多めに、ブワーってなったりとかね。んで、それが680円なんですよ。で、二郎ラーメンって基本的にやっぱでかいっていう、まあ多いっていうイメージがあるんですけど、そういう女性向けの、商品もあるんです。丸徳っていう、丸徳ラーメンっていうのがありまして、これも680円なんですが、これ丸徳っていうのが何か、普通のラーメンと何が違うかっていうと、麺の量が、半分ぐらい。その普通のラーメンに比べて半分ぐらいになって、その代わり味玉がついてくる。うん。まあだから女性も、量、少なめでも全然食べられる。東京来てから食ったラーメンで、これが一番うまい。ラーメンの丸すがのラーメン680円で一番うまい。うん。で、関係ない話だけど、新潟って実はラーメン大国らしいんですよね。ものすごいラーメンの、まあ、レベルが高いっていうか、まあ非常に店舗数がものすごい多い。うん。で、俺が、新潟にいた時の二郎ラーメンのインスパイア系で一番好きだったのが、新潟市内にある、イエローっていう。イエローっていう、黄色っていう、あれね、意味のイエローっていう。っていう店があるんですよ。ラーメンイエローってやつ。ここは半端なくうまい。うん。新潟ラーメン家でググってみてください。今でもありますから。俺わざわざここに行くまでお前、俺住んでたとこは、新潟のさ、実家がさ、すんげえ田舎だからさ、ここにたどり着くのに、片道、1時間ぐらいかかるんだよ。でも、二郎ラーメンっていうのは、ものすごい中毒性があるんですよね。うん。で、ここのラーメンイエローってところが一番うまい。個人的には。で、その名前のごとく、イエローっていうカラーリングが、マッキッキなんですよ。店内の中に入ってもマッキッキなんですよ。すごいです。うん。
多分今でもここあると思います。潰れてることはないでしょ。あの、二郎インスパイア系で一番、あの、うまい。一応、新潟県の、新潟市にも、二郎ラーメンってのあるんですよ。俺が以前行ったんですけど。ここよかはうまくなかった。うん。ちなみにここのラーメンイエローが、一番安いラーメンが、波の750円。で、ここに野菜、ニンニク、油を、マシマシとかにして、あの、マシマシ、バカマシとかになって、うん、して、あの、食べるんです。うん。ちなみにここが、まあ、言っておきましょう。新潟県新潟市の西区の大野。だからすげえ遠いんだよ。俺逆だもん。真逆だもんね、これね。新潟市の西区です。ちなみに俺の実家があの新発田市っていう、あの真逆の方向ですね。わざわざでもそこまで行ってあの食ってたからな。うますぎて。1ヶ月に一遍ぐらいは、もうここ行って、あの、食べて、だからね。うん。あ、あと問題があるのか。新潟市の、あの、二郎ラーメンは、あるにはあるんですけど、あそこ、あの、大体、パーキングエリアがないんですよ。コインパーキングしかない。で、基本的に、あの、車で来る人が、やっぱ田舎なんで多いんですよ。だから、駅地下にあるんで、まあ、駐車場がない。うん。ので、そこら辺のコインパーキング行って、ね、そのプラス、だからお金がかかるということですね。うん。で、おまけに、あの、非常に、あの、人気、まあ、二郎ラーメンでね。まあ、二郎ラーメンってやっぱ、二郎リアンって言われて、ね、あれ、好きな人がいっぱいいるでしょ。だから、すげえ混雑して、俺も初めて行った時はもう、行列でしたからね。うわ、このスープもうまい。めっちゃうまいじゃん、これ。で、一応言っときますが、このラーメン二郎の新潟店。こちらがですね。値段がいくらかな。ラーメン小が750円。だからあの、ラーメンイエローと変わんないですね、値段。まあ俺は基本的にもうあの、店員がちょっと嫌いなんでもう行かないんですけど。ラーメン小って書いてあるんですけど、小って小さいって書くんですけど、あの、それがあのデフォルトなんで全然大きいんですよ。うん。小かっこ嘘みたいな。小、カッコ、小とは言ってないみたいな感じ。これうまいっすね。まあ一回は、あの、行ってみる価値はあるかなと。まあどちらもね。まあラーメン二郎。もう、うん。新潟の方は、あの、イエローってググれば出てきますね。あそこがもう一番うまい。俺の中では。
はい、あっちの方は、そのイエローの方はちゃんと駐車場たくさんありますんで大丈夫です。うん。やっぱね、あの、駅地下だからね、あの、駐車場のあの、二郎はないんですよね。うん。基本的にやっぱり、あの、田舎の人間は、あの、車がないと生活できないですからね。だから、うん。まあ、新潟市に住んでる人だったら別にあれかもしれないけど、電車でね、なんとかこと足りるんかもしれないけど。新発田市とかむちゃくちゃ田舎だからな、そこ。うん。美味しい、これ。ちょっとしょっぱいけど、美味しいです。うん。まあ、550円でこの味だったら全然いいでしょ。うん。うん。あの、コンビニで、結構な量入ってて、550円だったら、ああ、いいな。これいいね。うん。しかもしっかりあの、二郎系の味がするし。うん。はい。うん。ということでね。あ、美味しかった。あー、美味しかった。結構ボリュームある、これ。ボリューミーだわ。ということで、こちらのカイドは、まあ、四つ星。まあ、これは、あの、一回は食った方がいいでしょう。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。